はい、PLC はパワーラインコミュニケーション、PLC、P はパワー、L はライン、C はコミュニケーションの略です。はい、至極簡単に言いますと、皆さんが家庭で使っている電気、これは交流の100ボルトの電気なんです。これアメリカでは例えば115ボルトとか、ヨーロッパでは240ボルト、海外が行った人はご存知だと思いますけど、そういう電圧で電圧は変わります。で、その100ボルトの線をですね、家庭内で普通使うわけですけど、その線を使って通信を行おうと、電力線を使って A 地点から B 地点の間でインターネットの通信を行おう、まあ、簡単に言うとそういうようなものです。 PLC の機械はですね、ヤマダ電機だとか、ヨドバシカメラだとか、各地のそういう量販店でコーナーがあって売ってましたけど、今はコーナーまではないと思いますけど、秋葉等で買えると思います。はい、PLC は今言いましたように、家庭の屋内の電線、屋内に張り巡らされている100ボルトの電線を使って、例えば青山の家から池田さんの家へとインターネットをつないで通信し合うというものなんですけれども、通信を行うときに100ボルトの線、これは本来皆さんが電灯をつけたり、ラジオを聞いたり、テレビを見たりするために電気を取るものなんですけども、その100ボルトの線、日本で言いますと、そこに通信を行うために電波を、変調というのをかけて乗せるんです。そうしますと、電波ですから電線の中だけを通るのじゃなくて、電線から電線の外に、電線が一種のアンテナになって電波を複写しちゃう。本来それは何にも意味がないものなんですね。A から B に信号が行けばいいだけですから、電線がアンテナになってそれ以外のところに電波が複写されることは意味がないわけです。しかしそこから複写されちゃうもんでですね、例えば、その電波というのは短波帯、2メガヘルツから30メガヘルツという、まあ、日常的には皆さんあんまり使わない電波なんですけども、周波数なんですけど、そこから電波が出ますので、例えばそこを聞いている人、具体的に言うと、イギリスの BBC というような放送を日本で聞いてるとか、中国の北京放送を聞いてるとか、NHK の短波放送を聞いてるとか、日経ラジオの例えば競馬予報を聞いてる人、それはみんな短波でやってますから、その人たちの聞いてるラジオがですね、その電波によって複写によって障害を受けて聞こえなくなっちゃうというような問題が起きるわけです。本来家庭用の100ボルトを使わなくて、私たちが普段何やってるかというと、電話線からルーター経由して、モデムというのを経由して、その後皆さん家庭の中でも、そこから、線を引いてですね、自分の部屋だとか子供の部屋だとか今だとかに線を引いた上で、そこでインターネットを使ってますよね。で、それを一旦外から入ってくる NTT なりの電話線のところにルーターっていうのを入れるんですけど、その後にその PLC というのを1個入れる。 PLC を入れた後、100ボルトの線にその後その信号が入っていくわけですから、家庭内であればどこでもそのもう1個の機械を100ボルトのコンセントに入れるとですね、家の中どこからでも線を引かなくても、そこの線が線になって、インターネットが使えるということなんですけれども、まあ、無線 LAN とか言ってですね、家庭でも今安く使えるものが、まあ、一般化しているわけです。ですから何もそんな100ボルトの線を使ってインターネットを使えるなんていうことは大して、メリットもないし、2万円かける意味がないと思うわけですけれども、ある時期日本のメーカーが中心になって、まあ日本だけじゃないんですけれども、そういう通信方式を考え世の中に売っていく。しかし電波を複写する場合には、たとえそれが本来誰も必要のないものであっても、複写することによって、国は、それに対して免許を与えるといいますか、一種の電波法という法律のもとで規制してますから、
国が、その許可もしくは免許を出さなければ使えないわけですけど、その国が、今総務省というお役所がありますけど、そこが今から 4,5 年前にですね、そういう免許、正式には型式指定というのを、電波法の省令というのを改正して、その上でメーカーが自分たちの作ったものを、さっき言いましたヨドバシカメラだとかで売れるようになったわけです。PLC はですね、例えば外から電話回線を引き込んでる場合には、その電話線の入ってきたところに、通常ルーターというのを置きます。その後モデムというのを置いて、その後ハブというのを入れて、皆さん、2,3 箇所で家庭でも使ってるわけですけど、その、ルーターというのをから来た線を PLC に接続します。 PLC そのものはタバコの箱3つぐらいの大きさで、それを 100V のコンセントにつないで、その上でそこにルーターから来た線をつなぎます。でそれは親ですから、今度この方が子機、まあ電話考えていただくといいと思うんですけど、親の、電話機をまず一つ置いて、今度離れたところで、子機で電話を受けますよね。それと同じように、自分が実際に使う書斎であれ、寝室であれ、居間であれ、そこの 100V のコンセントにもう一つの子機、やはりタバコ2つぐらいの大きさですけど、それをコンセントに入れると、そこから来た線を通常の LAN のようにインターパソコンに接続すると、そうするとそこからホームページが見れたり、メールが送れたりするわけです。そうですね、皆さんが比較的よく知ってる話としては、 NHK の短波放送というのがあります。これは国内の方が聞くというよりは、日本人がアメリカに行ってたり、ブラジルに行ってたり、東南アジアに行ってたりしますよね。その人たちに日本語の放送を NHK が行ってます。じゃあなんで普通の FM ラジオだとか通常の中波のラジオではいけないのかと言いますと、短波ラジオ、短波帯という面の周波数は、電離層っていうのは地球を取り巻く地上から50キロぐらいのところにありまして、その電離層というので反射して、例えば東京で発信した、無線の信号は地球の裏側まで届く。電離層ってのは1日でも密度が変化するんですけど、特に夜間ですと非常に遠くまで飛びます。それを利用して、海外にいる人たちが日本の放送を聞くっていうのは一つありますね。それから、英国放送 BBC っていうのがありますけど、それを、日本で聞くっていう場合にはイギリスから飛んでくる電波を聞く。アメリカの場合は VOA、ボイスオブアメリカっていうのがあります。それは、ご承知だと思いますけれども、沖縄に、基地があって、そこに大きなアンテナで大きな出力で電波出してます。北京放送は北京から来る、まあ、そういうのを引くのありますし、野球だとか、競馬の好きな方は日経ラジオっていうのは、これも実は短波帯で出てます。4つぐらいの周波数で出してます。それはちっちゃな、1000円ぐらいのラジオで聞けますから、まあそういう人たちにとっては短波というのは非常に親しみやすいんです。アマチュア無線というのがあります。アマチュア無線というのは国それぞれの国が、免許をして、免許を受けた人が、自宅なり、例えば大学だとか勤め先で無線機を置いて、そこから、国内の人、世界中の人と自由に交信ができる。これは今許されてない国はほんの、世界中で数カ国で、ほとんどの国が、アマチュア無線というのを許可されています。でその人たちはほとんど遠くまで電波を飛ばすためには短波帯を、さっき言った、電離層を利用しますから短波帯使ってます。全部で10ぐらいの周波数で、低い周波数から高い周波数までを使って、世界中と交信してます。まあ、そういう人たちには、非常に、短波帯は重要なんです。もう一つ、例えば、気象庁が使ったり、あと船舶、船が、東日本大震災とありましたけど、ああいう時に船が、陸と交信するのも使ってます。さらに言うと飛行機が飛行場から飛び立ったり降りるとき、電波で誘導してます。そこでも
短波が使われることがあります。さらに言うと電波天文といってですね、レンズを使った望遠鏡で、星を見るのとは別にですね、電波を使ってレンズじゃなく電波を使って、ものすごい遠いとこからの電波を受けて、天文やってる。それも実は短波を使ってます。まあ、そういうように、まあ、いろんな、人たちが短波を使ってるんですが、まあそこの中にそのさっき言いましたように PLC っていうのは他でも似てなことはいくらでも線を引くなり、無線 LAN を使って同じような機能ができるにもかかわらず、後から、国が免許を、まあ、許可を出してメーカーがそういう機械を売って割り込んできた。それが出す副次的に出す障害電波が今言った、電波天文だとかアマチュア無線だとかラジオ、海外ラジオとかに受信妨害を起こすということになるわけです。もちろんあります。それは電波ですから、例えば、周波数にもよりますけれども、木造住宅ですとほとんどそのまま、透過してきます。光じゃありませんから。あとコンクリートですと、遮蔽されて中にあまり入ってきませんけど、窓際で聞いてればガラスのところは電波通ってきますから、ということで言うと隣の家でそれを使っててもですね、例えば10メーター離れてる、20メーター離れてる、あとアチア無線無線化とか電波天文はすごく微弱な電波を、アフリカから来る電波とか何光年離れたとこからの電波を聞いてますから、もともと受信してる電波のレベルが非常に低いわけです。そうなると30メーター離れたところでその機械を使ってる家があって、木造ですとその発する漏洩電波っていうんですけども、それによって受信障害が起きるなんてことも考えられるわけですよ。そうですね、自分が例えば、無線をやってる人、もしくは、電波天文やってる東京大学の研究所がその場で PLC を使わなければいいっていうことじゃ済まなくてですね、周辺のどなたかが全く自由意志でどっかから買ってきて使うと、その結果今まで聞こえてたものが聞こえなくなる。ただもともと非常に小さな電波を聞いてるわけですから、その漏洩電波が国が仮に許可したとしても、許可した中で出てくる副次的な電波によって聞こえなくなったり影響を受けるってことが起こるわけです。はい、これは私たち実は、いろいろな地域で受信障害の実験を行いました。最初は千葉県の成田市というところで、本格的な受信障害、実験を2日かけて行いました。2つ目は千葉県の佐倉市というところで一般の、民家をお借りして、その民家の中に PLC を設置し、その民家から5メーター、10メーターとだんだん離れていったところでどの程度障害が出るかというのを、実験しました。3つ目はですね、私の環境総合研究所の保養所というのが北軽井沢というところにあります。木造住宅でかなり大きな住宅なんですけれども、大きなというのは実は意味がありまして、家庭の中で通常の家庭ですとそんなに大きいといっても張り巡らされている 100V の電力線ですね、それはそれほど多くないし長くもないんですけれども、大きな別荘なんかですといっぱい線が屋内に張り巡らされてますから、そこでどうなるかというのは非常に重要でした。そこでも建物から5メーター、10メーター、20メーター、30メーター離れてて、漏洩雑音がどんくらいのレベルで聞こえるかとか、それから今まで聞こえてた海外の放送が入れることによって、スイッチを入れることによって PLC を入れることによってどう聞こえなくなるか、
ということを実験しました。4つ目は、これは横浜市の金沢区という、これも住宅地ですけれども、閑静な住宅地で行いました。その方はアマチュア無線をやってる方なんですけれども、その人の家の2階にルーターがあって、そこに PLC を1個設置し、もう1つを1階の玄関口に置いて、そこにノートパソコンを置くと、その間で通信を行う。それによる漏洩雑音をやはり5メーター、10メーター離れたところで受信すると、それぞれ行いました。それぞれ、実際どういうことを行い、どういう雑音が出てるか、聞こえてたものが聞こえなくなるかっていうのを動画を撮ってですね、テレビカメラで撮影し動画にしていますから、それを、聞いてください。
実際、全てでそうなるかどうかというのはありますけれども、私たちが行った実験では大部分のケースで、聞こえてた、海外の放送、例えば英国放送だとか、中国の放送とかロシアの放送とかが聞こえなくなったり、もしくは、非常に聞こえづらくなったということを、現実に実験で経験しました。そうですね、無線 LAN の使う周波数は限られてますから、それほど、今言った短波帯の人たちに影響を与えるってことがありませんし、これはもう非常に安く、しかもどんどん高性能化してますから、100ボルトの線を突っ込まなくても、それこそモバイルのノートでもインターネットが使えると。もちろんモバイルそのものは、家の中じゃなくて外でも使えますけど、家の中であれば無線 LAN で十分なわけです。そういうことからして、私たちは無線 LAN があるし、必要であれば、線を引けばいいので、そんなものはいらないということを常々言ってきました。はい、それは私たちも細かいことは十分分かりませんけれども、やはり
それを強力に推進する業界、かつ業界の意を受けて、大学の先生とか研究所の人たちが、それを強引に強力に推し進めてきた、場合によっては、その強引に推し進めてる業界の人が、国会議員を使って、総務省、昔は郵政省ですけど、お役所に働きかける、というようなことが、あります。ただ、これは日本だけの問題じゃなくて、アメリカとか韓国とか、ドイツとかスペインとかいろんなところで、ほぼ同時期に問題が起こっててですね、日本だけが、これを強引にやってきたっていうことでもないんですけど、日本の場合には、原発の場合の原子力村と同じように、研究者と行政と政治家とがこう、一体となってですね、政官業が一緒になって、それに、学者とか場合によってマスコミもちゃんとした報道をしないということで言うと、他の国に比べると非常に一般の人があまり知らないところで強力に強引に、霞が関の役所と業界との間で、進められてきた。その背後には、大学のその分野の先生たちがさまざまな形で委員会とか審議会で、入れても大して問題がないとかですね、実験を業者にやらして、果たして本当に正しく、測定されているのか、検討されているのかも十分公開されなかったり、一般の人たちには見えないところでそういうことが積み重ねられ、お役所が法律を一部改正して、強引に進めちゃったということが実態だと思います。そうですね、調査検討が行われないでいきなりそういう新しい通信方式というのが電波法の中に加わるってことは、一般的にありえないんです。ただ調査検討というのも、皆さんもよくご存知のように、例えば原子力の場合にも散々、東大の先生だとか東京工大の先生とか、原子力村というところに、いる方々が膨大な研究費を、得て研究して、その上でこれはまず絶対、大きな事故起こらないなんていうことを言って、今年の3月11日の大震災で、その後世界に類例のないぐらいの、チェルノブイリを上回るような事故を起こしている、それほどの大きな話ではないにしても、日本の場合には、国がそういうことを進めるということを政策的に推進する場合には、国が自ら判断するんじゃなくて、必ず、国が、学者たちを集めてまず検討会というのを開く、委員会というのを開く。しかしそこに誰が委員になるかというのは、大部分の場合に国が裁量といって、国のさじ加減で誰が選ぶかというのを決めます。例えばそういう問題を強力に推し進めるっていう人が、例えばあるメーカーから研究費をもらったり、いろんな関係があって、その上でそういうことを進めるっていう人が選ばれちゃうことが多いわけですけれども、当然そういうのじゃなくて、第三者的に本来学者で、誰かの利害利権の上で、研究するのではなく第三者的にやってる人もいるわけです。しかし、私が見る限り、残念ながらここの分野でもやはり、そこの委員長になる人とか、委員になる人っていうのは、公募されるわけでもなく、国が一方的に決めてますから、どちらかというとその推進者がみんな委員になっちゃう。反対する人は、傍聴は仮にできてもあまり意見もちゃんと言えない、意見を言っても参考意見にとどめられるぐらいだというのになると、初めからその新しいことを始める側の国だとか、研究者だとか業界、それは今回の場合は例えばパナソニックだとかバッファローだとか、家電業界が業界なんですけども、そういうところと常日頃、いろいろと交流している人たちが中心になって委員会を組み、その中で、
業者に実験をやらし、学者自らが公のところでやるってことはあまりなくて、学者は指示を出すだけで、実際の調査は国からお金を得て、で第三者じゃなく、国の随意契約か競争入札かを別にしてお金をもらってやる業者ですから、まあそこの結果が果たしてどこまで正しいか、どこに問題があるか、あと、いろんな大学の研究者で初めからこれは多分タンパクに大きな障害を与えるということを懸念してた学者もいるわけです。そういう方々がいろんなことを懸念したり論文を書いても、それにはほとんど目をくれず、すべて、その PLC 村みたいなところにいる人たちによって、これはこのぐらいであれば問題がないだろうということで、それを役所に答申する、諮問を受けて答申する。で役所はそれを受けて電波管理審議会、電波法に基づく電波管理審議会という審議会があります。そこにいる人たちは、全くその分野の専門家というよりは素人の方が多いんですね。技術的にはほとんどわからない。でその人たちのところに、そういう答申が上がると、大部分の場合に、分かりました、これは了承しましょうということになる。そうするとそれを受けて国が法律を改正し、新しいその PLC という装置を売ることを、まあ、免許なり許可するということですから、まあ、なかなか、そういうところで仮に問題があってもその問題があるということを、法律改正に先立って、国にどういうルートで問題提起するかというのがですね、限られている。日本の場合にはほとんど今までないということが現実だと思います。20人とか、多いのでは相当いると思いますけれども、人数が問題というよりは、そこに集まる人たちがどういう経緯で選ばれてきたか。例えばイギリスの場合にはですね、そういう検討会とか委員会、まあ公ですね、国だとか自治体、特に国が、審議会の委員長を選ぶとか、独立行政法人の所長を選ぶというときには、第三者的なコミッショナーという人がいて、その人が、とことんその、研究者、学者の、経歴だとか論文だとか研究活動だとか、ありとあらゆることを調べた上で見識、委員を決めるという制度があります。日本は残念ながらそういうコミッショナー制度というのはなくてですね、お役人が、大体選びます。例えば何も今回の問題に限らず、例えば環境審議会というのがある場合には、大体、県だとか環境省だとかのお役人が、この人この人この人というのを出してですね、それをトップといいますか課長だに見せて、課長が審議官に見せて、で、まあ、大臣はもうほとんど、上がってきたものを了承するだけっていうのが多いわけです。県の場合でもよほど知事なりに局長なりに見識があれば別ですけど、通常は、役所の中で下から上がってきたものは了承しちゃう。でその中には通常国のやってることにはあんまり反対しない、もちろん問題あるなしで客観的に問題があるとした場合ですよ、問題がないのに反対するっていうのはまたおかしいわけですから。しかし、まあ一言で言えば御用学者という人たちがそういうところをかっ歩して、何も全て反対とか問題あるって言ってる学者じゃなく、いろんな研究し実験を行い、自ら研究費をない場合には自らお金を出して研究しているような人たちはまずそういうところに選ばれないという実態があります。それが今回の問題の一つの大きな本質かなと思います。一応委員会として、することもあるわけです。したこともあるんですけども、実際それをその審議会なり委員会の委員が自ら実務と言って設置して測定器をセッティングして行うってことはほとんどなかったと思います。業者、関係業界の人が行う。
それを結果を上がってきたグラフだとか数値を、そこの審議会の人たちが、審議会じゃなくて委員会の人たちが見てですね、いいだ悪いだ、これはちょっともうちょっと問題があるんじゃないか、もう少し、漏洩する電波を弱くしないといけないんじゃないかって、PLC の 電流を、もう少し、少なくしなくちゃいけないんだってことになるわけですけども、実務といって実際自らその実験を、とことんやるってことはまずないと思います。まあ丸投げと言いますか、国がお金を出して、業者たちにそれを頼んじゃうというのが実態だと思います。できるして実験をやらせたにしろ行ったにもかかわらず、なんでその被害者っていうか障害が出るようなことになるわけですか。はい、そこがおそらく一番大きな問題なんですが、まず絶対にそういう障害電波が出ないっていうことはないわけです。それは国もその御用学者といいますか、国に選ばれた研究者も認めているところなんです。じゃあどのぐらいまでその電波が強く出ると、電解強度っていうのが受信する側で問題なんですけど、どのぐらいになるとどういう障害が出るかっていうのは、これは非常に一律にいきません。なぜ一律にいかないかというと、例えば東京の真ん中で受信短波を受信する場合、例えば長野県の非常に農村の中にポツンとあるような住宅で受信する場合、例えば、もうちょっとこの辺で言いますと、首都圏で言いますと埼玉県の、ちょっと地方都市で受信する場合、それぞれ、元々のバックグラウンドノイズ、背景ノイズって言います。私たちの専門の方のダイオキシンだとか汚染物質で言いますと背景濃度ってなりますね。なんかする前にそもそもどのぐらい、汚染が高かった、例えば放射線放射能の場合でも、福島原発が起こる前に、東京ではどのぐらいのレベルにあったかって、そのレベルがですね、今言った地域によって違うわけです。レベルが当然ですよね。それは当然東京などでは、例えば、秋葉原みたいなところに行くと、もういろんなラジオ、テレビ、電化製品が商店から出てますから、そこで測るとそのバックグラウンドノイズは非常に高いわけです。一方、長野の山の奥のもしくは農村で測れば低いわけです。すると、じゃあ東京で出すときにはこのぐらい、 PLC 使うときにはこのぐらい、長野の農村で使う場合にはこのぐらいまで下げるということになればいいわけですけど、実際は国の場合にはそうなってなくてですね、ほぼ一律の基準になってるわけです。そうすると、東京のど真ん中で雑音が多いところで使う場合には雑音の中にまみれちゃうかもしれません、 PLC が出す雑音。しかし、長野の農村のところで使う場合には、東京では紛れてわからないぐらいのものであっても、長野ではそれが非常に細かい遠くから来る電波を聞いている人たちにとっては、それが入ることによって聞こえなくなっちゃうという問題があってですね、国側はどちらかというと大都市の中で、PLC を使うことを前提にして、そのそばには、聞いても短波を聞いてももともとノイズが高いから問題ないと、まあ、簡単に言うとそういうような、スタンスを取ってきたというふうに言えると思います。はい、情報通信、審議会だか委員会、とかですね、その PLC の関連の委員会の中には、ある時期今言いました NHK とか日経ラジオの方も委員で入ってたと聞きました。私はそこには傍聴しておりませんが、でその人たちは自らの意見を出してました、初期の段階では。しかし、もちろんそれは自分たちの送信している電波が聞こえなくなったらこれは困ると、意気地にかかるわけです、いうことを出してたわけですけれども、だんだんその2、3年、審議をして、討議をしている中で、その人たちの声というのはちっちゃくなり、最後にはほとんど、その人たちから、
こういう電波法を改正して PLC を使えるようにしたら困るというはっきりとした、例えば NHK の会長名とか日経ラジオの社長名で国に意見を出すとか、そういうことはなかったですね。それでは気象庁などの短波を使っているところはどうですか？それもほとんど同じだと思います。つまりこれ私の意見ですけれども、相手が、総務省国なわけです、文句言う相手がですね。そうすると、例えば NHK の場合には、総務省が、NHK のテレビの免許を出してます。日経ラジオも同じです、気象庁も同じです。気象庁の場合には国と国っていう関係があります、国土交通省の外局ですからね。そうすると、国がある提案をして、ある法改正をしようというときに、例えば民間なり NHK のテレビ局、ラジオ局が、ラジオ局ですね、今回の場合、それに文句を言うというのは、自分たちが免許を知ってる主体に文句を言うということですから、本来おかしいことはおかしいと言うべきなんですけども、私が見る限り、過去の例は見ると、ほとんどそういう時には強い、反対をしないとかですね、強い意見書を出すということはない。ある程度まで頑張っても最後は腰砕けになっちゃう。気象庁は同じ役所同士ですから、ある役所がやることに対して、しかも、学者の人たちがみんな、審議会じゃなくて委員会等で、検討した上で、住民限度といって問題がない範囲だと言ってることに気象庁が、待ったをかける、防衛庁も同じですけど待ったをかけるということは、ないですね。実際それは表立ってなかったわけです。そうですね、アマチュア無線というのは、実は国から免許を受ける、3級2級1級っていうクラスありますけども、国の国家試験を受け、国から免許を受け、それで、自分たちが、その免許によって違いますけれども電波を出し海外と交信する、しかもそれは今言った NHK だとか日経ラジオだとか気象庁、防衛庁と違って、防衛省ですか、と違って全く個人の趣味、個人で、そういう試験を受け免許を受けて運用している人たちなんです。つまり一つは、自分たちが、仕事の合間なり、老後の楽しみで、そういう海外の、ほぼ全世界で許されているそのアマチュア無線を相互に、更新して楽しむということをやろうとした矢先に、仮に、微弱な電波が聞こえなくなるということは、非常に、自分の権利を侵害されたという感覚を持つわけですね。かつその人たちは今言いましたけれども、どこに気兼ねをすることない人たちなわけです。もちろん国が免許を出してますけど、それは国家試験を受けて、電波通信の技術と法律を試験で、通っている人ですから、その人たちは、大部分の場合いろんな技術的なこと、法律的なこと分かってるわけですから、その人たちにとって、自分たちの受信する電波に障害を受けるようなものについては、堂々とおかしいことはおかしいっていうのを言える立場にあるっていうのは一つ、さっき言った NHK と違う立場です。あと SWL というのは国の免許を受けないんですけれども、自分の上でいい、受信機を用意してアンテナを張って、海外のアフリカから来る放送局とか、イギリスから来る放送局とか、カナダから来る放送局を聞いてる人たちですから、その人たちも道楽といえば道楽ですけれども、何ら誰にも気兼ねすることなく、かつ自分たちが聞こえてたものが聞こえなくなる、つまりそれは権利侵害、民法でいうと790条の不法行為っていうものに当たるわけですから、それは、これを言ったら、自分の会社で何か言われるとか、これを言ったら誰からどうなるとかっていう気兼ねあんまりしない人たちですから、その人たちが、おかしいことはおかしいという声を上げたということになります。日本アマチュア無線連盟というのは100万以上いるアマチュア無線家の、
会員で作ってる社団法人ですけれども、当初PLC について反対の意見を持ってました。ところが、だんだん委員会を通り、最後は国の電波管理審議会というところで、これを法律を改正するために、どうするという最終的な関門で審査会というのは開かれたときに、それ前までかなり、ある連盟の幹部の方は反対もしてたんですけども、最終段階の審査会、電波管理審議会の審議会の審理の中で、審査会を開いたんですけども、私の仲間は何人もそこに行って、理路整然と問題点を指摘し、これは、国として、まあ、許可すべきじゃないということを言ったんですけど、アマチュア無線の団体日本アマチュア無線連盟はなぜか、そこで反対しませんでした。まあ、一つはうがった見方かもしれませんけども、そこに、総務省から、まあ、世でいう天下りの事務局長がいて、その人が陰に陽に連盟のトップだとか、理事に、その国のやることに対して、まあ、あんまり反対しない方がいい、もしくは、国のやってることをだから問題ないってのことを、もしくはさらに言うとNHK の場合とは違いますけれども、そこで反対、連盟として反対すると、アマチュア無線連盟の管理許認可団体は実は総務省なわけです。昔の郵政省なわけです。だから不利になるというようなことを言った可能性もありますね。まあ、いずれにしてもアマチュア無線化の利益を代表するアマチュア無線連盟社団法人がそれに反対しなかったということは非常に大きな問題だと私は思います。はい、マスコミはですね、実はこの問題というよりこの問題に関連して、裁判を起こすことになっていったわけです。私たちが、115人のアマチュア無線化国から免許を得た人たちが原告になり、裁判を起こすということになっていくわけです。それを起こすときに NHK はじめ、テレビ局、新聞社は少し関心を持っていました。しかし残念ながら、裁判を起こしてからは、ほとんど取材もない、まして、テレビで扱うこともない、新聞で扱うこともない、雑誌で、少し、それもほんの少し扱われたということが実態ですね。これは、まあ、いろんな問題があってですね、一概に言えるものではないと思いますが、やはりこれは私の考え、試験で言いますと、この PLC というのが、メーカーとしてどこが、強く製品化を望み、国の免許を、まあ、形指定っていうんですけど、それを受けるのを、切望してたかと言いますと、一番の大手はパナソニックなわけです。その他、地デジのチューナーだとかハードディスクだとか皆さんも使ってると思いますけど、バッファロー、住友電工等々、15社ぐらい、みんな、家庭電化製品とか通信技術関連の装置を売ってるところが、中心なわけです。トヨタは日本でダントツの広告費一番出す会社だったわけですけども、なんせ赤字になっちゃったわけですから、トヨタも広告費っていうのはほとんど今までに比べれば、まあ、何分の1になったか知りませんけど減らしちゃったわけです。パナソニックは実はその時私調べたんですけど、日本で一番でした。日本で一番ってことは多分世界でも有数ということは、テレビも新聞も大きなメディアというのは広告費で、今生きてますね。本来広告費でどんだけ広告をもらったかといって、事実は事実、記事は記事で書くべきですけど、原子力発電の問題一つとっても、今だからこそ新聞テレビは大騒ぎしてますけども、その昔は全くアメリカヨーロッパで大きな事故が起きて、例えばイギリスの新聞テレビがトップで報じているものは、日本では
共同通信がほんのちょっとベタ記事といって数10行ぐらいの短い記事で大きな新聞社テレビが一切報じませんでした。つまり広告費をいっぱい出してくれるところのにおもぬといいますか、そこが問題を起こしてるよというようなことをですね、なるべくだったら書きたくない、まあ、現場の記者と話すと、そんなことはないっていうわけですけど、現場の記者が書いたり記事を作ってもデスクといってその、歳費を決めるトップに近い人が、それを記事にしないっていうこともいっぱい聞きました。つまり、今回の場合問題が広告費を非常に潤沢に持っている家電だとか情報通信技術の会社が、相手だということで、多分に躊躇したり、腰が引けたんじゃないかというのは一つあります。でもう一つは、今日はあまり技術の話はしてないんですけど、技術その非常に、実は通信工学だとか電子工学だとか電気工学だとか、そういう難しい話が絡んでます。ですから、いいだ悪いだっていうふうなことを簡単にその人たちが、記事にしづらい。つまり本気でそれを理解しようとすると相当勉強しないといけない、ということもあったかもしれません。これもはっきりこうだということを言えるもんでありませんけれども、私たちは国が委員会だとか、検討会でこういうことをやるということを考え、研究者学者に検討委員をお願いして調査してたんですけど、それがほぼ終わると、その次何があるかというと、そこの結果を国の総務省ですけど、国といってもそこの電波管理審議会というのが総務省のもとにあります。そこをでもって、法律の一部改正、正式に言いますと電波法の省令というのがありますけど、それの一部を改正して、そういう新しい通信方式をそこに加え PLC が作って売れるようにすることになるわけですけれども、国はですね、途中で私たちのグループが、強力にそれに対して専門家もいっぱいいるし、単なる市民団体じゃない人たちが本気で反対してるという動きをつかんだんじゃないかと思うんです。ただ反対する、意見を国に出す、パブリックコメントを出すだけじゃなく、ある時からは私の友達で、その後裁判やる時の原告団長になる草野さんっていう方が公に、裁判を国に対して行いたいということを仲間に呼びかけたんです。しかしその仲間には、国と、通じてるったらおかしいんですけれども、無線仲間には、国の役人もいますから、どっかで国に漏れて、これは早くですね、行政処分っていうんですけども、審議会を開いて大きな問題はないという軽微な影響があるかもしれないけど本質的には問題ないという結論のもとに審議会に上げて、審議会がお墨付きを与える、承諾する、その上で総務大臣が省令を改正するという、これは国会決議を必要としない事項なんです。おかしいんですけど、本来それだけ大きな問題であれば国会、衆議院、参議院を通過しないと電波法を変えないと、そういうことやっちゃいけないと誰でも思うんですけど、実はこれは省令というのを一部役人が、官僚が、直す、ただし勝手に直すことはできなくて審議会というところで OK が出た場合に直せる、直すとそれで法律改正と同じ意味を持つということなので、まあそういう反対の流れを察知して、早急に、型式規制のつまり免許を下したんじゃないかなというふうに思います。PLC というのはトレードオフという言葉ありますけど、あることを追求していくともう一つのことがうまくいかなくなる、もう一つのことを考慮するともともとのものがうまくない、
トレードオフ、二律背反的なとこがあってですね、PLC を使うためには、ある程度その電波を強くしないと、うまく、例えば、無線 LAN だとか線をつなぐときに比べて遅くなっちゃうっていうんじゃ、誰も買わなくなっちゃうわけです。少なくとも無線 LAN と同じ以上の速度がないと、意味がないっていうことからすると、その PLC に要する無線の電波を出す出力をですね、これは電流で決まるんですけど、それを下げれば雑音は減ります。しかし雑音を減らすためにそれを減らしていっちゃうと、今度今言いました速度が減っちゃうということで、まあ、我々からしてみると我々が受忍できるレベルまでその出力をずっと下げてくれれば、何が何でも絶対反対っていう、もちろんそういうスタンスもありますけども、どっかで折り合いがつくと思ったんですけど、国が決めた当初決めた値は一向に下げようとしないと、いうことですから、結果的に私たちは、これ以上言ってもおそらく国は国聞く耳持たない。審議委員会の答申が審議会に上がって、そのまま結果的に省令が改正されちゃったわけです。まあ、ご承知の方は多いかどうか分かりませんけど、日本でお役所相手に裁判を起こすってことがどれだけ時間もかかり、結果的にお金もかかり、しかも私の調べてる限り、まあ、そういうのは行政訴訟って言います。刑事訴訟、民事訴訟に対して行政訴訟って言いますけど、国とか自治体を訴える裁判っていうのは一番勝訴率といって勝つ率の高い裁判、これは住民訴訟っていうのが、地方自治法の中にあって、それによって起こす裁判に住民訴訟ってあります。それは和解というのを含めて 6%、 10件に1件も勝てないわけです。そういうことからして、国を訴えるというのは、日本にあってはですよ、アメリカとかドイツでは国を訴えるなんて日常的だと思いますけど、国にあっては過去の例を見るとほとんど勝ち目がないと。正しい正しくないじゃなく、なんせ国の場合にはですね、日本では3回裁判ができるわけですけども、すべて、和解っていうのには自ら応じません。自分たちが悪くても最高裁まで持ってきます。最高裁まで下手すると15年とか過去の環境公害裁判残ってますと、15年っていうのは一般の人たちにしてみると、もう様々な意味で、力つけちゃうわけですから、普通だったらまあ、ほどほどのところでまあ諦める、泣き寝入りするわけですけども、しかし、この PLC 問題は、専門家に近い、もしくは専門家そのものが、この問題があるということを実感し実験して分かってたことですから、国がそういうことを、明らかに問題なことを国が強引に押し詰めるのを許していいのかという、まあ、正義感に加えて研究者科学者としての良心の上からも許せないというのがあったわけです。で、友人の草野さんという方から、相馬さんはそういう法律もやってるので、なんかその、裁判できないかということを聞いたときに、いろいろと調べてですね、日本でもさすがにあまりにも国を訴える裁判っていうのは、難しい、原告的確性といって訴えの利益の段階でまず大部分が却下されちゃう。却下と棄却っていうのは全然、意味が違ってですね、棄却というのはある程度審議した上で、ダメですよと言われるんです。却下というのはいきなり、審議もしないでですね、門前払い空語というわけです。で、私の考えの中では、その行政訴訟が日本はあまりにも厳しい条件のもとに行われてるたんですけれども、その数年前にですね、国が小泉内閣の頃だと思いますけど、行政事件訴訟法を改正しようという動きを行います。その時に、法律の専門家の福井さんっていう方から、相馬さん一回その審議会で、審議会じゃなくてあの時は、国のやっぱり委員会です、官邸主導の、そこで相馬さんたちの考え、 NPO、NGO の人たちの考えを言ってくれというところで、私が30分ほど話す機会をいただいて、いかに日本という国が、その時は環境問題が中心でした、
国とか自治体を訴えるってことがいかに難しいか、能力のあるなしとは別に、住民市民が本来主人公であるべき日本で、国がほとんど大部分の法律を自ら作り、自分たちが裁判になっても負けないようにしてる、そのためにはもう全力を挙げて国がそこに力を注ぐ、そういう中で国が税金の無駄遣いをしたり間違ったことをしても絶対間違ってるとは言わない、税金の無駄遣いとは言わない、そういう国だから、何が何でももっと門戸を開いてくれと、具体的には、行政訴訟のためには行政が処分をしたかどうかということが非常に重要になります。青写真の段階では裁判を起こせない、まあ、それはもう却下されちゃいます。そういうものを緩める環境アセスメントでは日本では裁判ができないんです。もう一つは原告的覚醒といって、行政の場合、行政訴訟の場合には訴える人が訴えの利益ということが明確にないと裁判そのものは馴染まないということで、それも却下されちゃうわけです。その2つを緩和すること、それ以外に行政が処分した後数ヶ月の間に裁判を起こさないと裁判できなくなっちゃうっていうのもおかしいと、もっと長くすべきだって、それから、市民国民が裁判を受ける場合に、弁護士を使うで、弁護士医療っていうのも他の国では、勝った場合に、国が払うっていうのはありますけど、勝つ勝たないとは別に何らかのそういう補助みたいのを考えるべきだとか、まあ、10ぐらいですね提案したことあります。でそういうことがその数年後に改正が行われ、それなりに日本でも行政訴訟をしやすくするとか、いきなり却下されないようにするということになったというふうに、言ってたもんでですね、じゃあ新しくなった行政改正行政事件訴訟法で、この際この問題をやってみたらどうかということを草野さんに提案したんです。とはいえそれ自身も簡単な話じゃなかったんです。というのはまだ前例はない。あと一つ重要なことが改定でありました。差し止め請求といって、これからあることを国が行う場合もそれが甚大な影響を国民に対して、国民の権利を侵害するような場合には、まだ処分をする前であっても裁判を起こせる、これは画期的な改正だったわけです。で、そういうものもあるので、国がまだ省令を改正する前に、差し止めの行政訴訟を起こそうって、これはまあ今まで日本でなかったものですからハードルが高いのは当然ですけど、まあ、そういうことで、まあ、草野さん自身は法律の専門家じゃないんで私の言ってることはどこまで理解されたか知らないけれども、ぜひやってみようということになったわけです。つまりいくら行政に言っても行政がほとんど聞く耳を持たない、形だけの、意見を求められてそこで意見を言っても全く元々のは変わらない、かといって問題あるなしということで言えば、私たちは技術的には専門家が揃ってますから実験してみると、様々な問題がある、海外でも問題がある、ということから、じゃあ裁判をこの際やってみようということで草野さんが原告を集めたところ、免許証を持ってる人が115人ですね。そのうち113人が免許状も持ってるということで、まあ同じ訴える相手の総務省、昔の郵政省の行う国家試験に合格して免許証と免許状をもらってる人間がそのくれてる相手を訴えるということになったわけです。行政訴訟っていうのは国とか自治体を訴える裁判っていうのは、大きく分けて、2種類あります。一つは東京地方裁判所とか横浜地方裁判所のように裁判所に、地方裁判所に訴え出る裁判です。もちろんそこでどちらかが負ければ、控訴でき、さらに負ければ上告というのができる三審制に行く裁判です。もう一つは、行政不服審査といってですね、国が行った行政処分に不満のあるものは、裁判所に司法救済を求めるのではなく、その行政処分を行った省庁役所相手に異議申し立てができるという制度です。でこれは一見なんか、そんなものがあったのかと誰でも思うんですけれども、よく考えてみると、
三権分立分流といって立法行政司法ってありますね。で我々は行政がやることに服があってもう最後の手段として裁判に訴え出ようって、これは司法救済を求めることなんです。ところが今言った行政不服審査という制度は結果的に行政処分した、行政処分ある決定を行った役所が今度着てるものを変えてマントを着て、黒いマントを着て、私が裁判長なんですって言ったら皆さん文句言ってください、つまり行政がまた着てるものを変えて出てくるようなものだということを問題があります。まあ私たち実は最初は東京地方裁判所に裁判を起こしました。で数ヶ月経ってですね、これは行政裁判いきなりできない、行政不服審査というところを経由しなければならないという判断を東京地裁の判事が行いました。これは国側がそういうことをずっと言ってました。私たちがお願いした弁護士というのは行政訴訟では日本でも一二とは言いませんけれども科学技術分野の専門的なのをずっと手掛けてきた方々だったので、その方々も法律改正された後行政不服審査、つまりお役所に文句異議申し立てするのではなく東京地裁に文句言える可能性は結構あるということで私たち訴状を出したんですけど、結果的に東京地裁はお役所の行政不服審査の方にまず行ってくださいということになりました。で途中でもうやむを得ないので、行政訴訟、つまり省庁がこれから行う行政処分の差し止めを行う裁判を起こすとともに同時に、行政処分を行う役所にも、もし国の方がすぐ処分をしちゃうってことが情報で入ってきたので、処分を下すとともに異議申し立てをしようということですから、2本立てで臨みました。異議申し立てというのはですね、行政訴訟というのはいくつかあります。公告訴訟といって行政が一旦処分したある決定をしたものを不服として覆させるとかですね、いろんな裁判が行政訴訟の類型としてあるんですけれども、行政がそもそも、新しいその PLC というものを世の中で社会化する前に法律を、電波法という法律を一部改正する、その内容は省令というところに書いてあるところに新しい通信方式を加えるということが、まあ、行政処分なんですけれども、その行政処分した内容に、当然問題がある。それをすることによって、甚大かつ取り返しがつかないような、問題が起こるという時に行政に対して、まあ、実際は行政に対してというより電波管理審議会に対して、そういう処分を見直すように求める、まあ、準司法的手続きと言われています。司法というのは、裁判所の方の世界ですけども、お役所の中で自分たちが行った処分を、文句がある国民に対して、審議会の名のもとに、まあ、裁判長に準ずる主任審理官というのを立ててですね、裁判に準ずるようなことを行う、それが行政不服審査ですね、異議申し立てです。それが私は非常に大きな問題だと当初から思ってました。つまりお役所があることを処分する、決定するという時はそのある総務省の担当部下で当然検討した上で審議会にかけて処分してるわけですね。するとそこのお役所と審議会っていうのは、まあ簡単に言えば通通なわけです。っていうのは審議会のメンバーって全部お役人が選んでるんです。っていうことはお役人が選んでる人たちが最終的に決めちゃうとすると、お役人が裁判官のようなふりをして着てるものを黒いマントを着てその場合出てきても、最終的に、まあ、国が自分たちに不利になることはするわけないと思いますよね。事実
最初出てきた主任審理官は、その行政処分をした、総務省のこの課の隣の課の課長でした。で、私たちは忌避と言ってですね、冒頭から何はともあれ行政処分を下したいお役所の担当じゃないにしても隣の課の課長が裁判官の役割で出てくるのはおかしいだろうと。しかし2回しかですね忌避できない。で2回目に忌避するともうそれ以上できないんです。で、そこでボイコットしちゃうとですねこちらが異議申し立てしてるのが終わりになっちゃうので、当分その西本さんっていう人でしたけど西本主任審理官の下で審理を5、6回やりました。したところ国側がさすがにそれはおかしいと。っていうのは行政復帰審査法という中でそういうことを決めてるんですけど行政復帰審査法という法律のあり方そのものがおかしいじゃないかと。処分した行政の役所の、とかその隣の人がですね裁判長から出てくるのはおかしいっていうさすがに国でもそういうことを考える人がいてですね話題になってたんです。多分それを知って、横浜地方裁判所を定年退官した佐藤さんという方が主任審理官としてその後出てきました。なんとですね裁判所の中じゃないんです。総務省の会議室です。で本当に私たちはお役所の仕事を散々やってたんで環境省の第南合同庁舎会議室そういうの一番小さいような会議室で全体で30人傍聴を入れて30人集まれるかどうかのところに、異議申し立て人っていう私たちの側ですねそれが横一列に並ぶ反対側に被告に相当する国、総務省の弁護士、それは民間の方でした。あと、国の総務省の官僚がずらっと並ぶ。その、向かい合わせの外れの真ん中の位置に主任審理官と副審理官がいるんですけど、副審理官は、その総務省の担当、事務局のお役人でしたね。で、離れたところに傍聴席がある。あと115人異議申し立てした人がいるわけですから私たちの弁護士と私たちの後ろには来れる人が20人とか10人とか座って聞いてました。傍聴は一応認められてますが当然写真は一切撮れないビデオも撮れないそれからレコーダーも IC レコーダーも使っちゃいけない。発言するときは裁判所と同じですけれども挙手して主任審理官の承諾を得るということですね。でもう一つすごくおかしいと思ったのは次何月何日次回の審理ありますかというときの日程調整で絶えず主任審理官が気にしてたのは部屋があるかないかなんです。何回かいろんな部屋変わってますから、その部屋に特殊な装置が必要っていうんじゃないんです。そもそも国が法律で決めて、異議申し立てした人たちは今までテレビ局が数社と有名な孫さん、ソフトバンクの、ぐらいしかいないんです。とはいえ、国が法律で定めてる審理、異議申し立て審理であるにもかかわらず、場所が空いてないということで、日程をずらされたり延期されたことも何回もありました。信じられないことです。ですね、これは裁判にも似てるんですけど、短い時は15分ぐらいです。みんな起立して、お辞儀した後、主任審理官が、双方から出た準備書面っていう書面を受け取ったかどうか、追加はあるかどうか、証拠は、受け取ったか、というようなことを、まあ、弁論主義って言うんですけど受け取った上でそれを読んだっていうことにするとその場で読み上げるのは省略できるわけです。まあ、そういうことをやった上で、次回の日程に入るわけです。ですから多くの場合は15分ぐらいだと思います。その場での発言は拒否すると、
傍聴席の人はできないと思いますけれども、私たち異議申し立て人、まあ、原告に相当するものは手を挙げればですね、その主任審理官がはいどうぞっていうしてくれた場合には、まあ10分とかできないですけど数分は問題なくできました。はい、一応準司法という手続きになってまして、弁護士は主に、裁判でいうとこの訴状を訴えるための書類ですね、それから準備書面といって一回一回お互いが自分たちの主張を出し合うわけです。その主張を書面化する、当日は、それをもとに、まあほぼ裁判と同じような形で、高難合証の準備書面とか高難合証の証拠云々、まあ主に裁判における議事、裁判進行論点整理的なことを、あと証拠取り調べ、それから証人、まあそれは参考人って言ってましたけど、それを、出して自由に認められるわけじゃなく両方で合議し、裁判官が最終的に決められた人が証人になる、ということをやりますから、その辺はまあ裁判にほぼ準ずる過程でやってます。しかし、まあ、ご存知だと思いますけど、日本は裁判でも本人訴訟、弁護士なくて裁判できる国です。で、実際 PLC でも裁判官は弁護士を一切使わずに、自分たちで、訴状といいますか、異議申し立て書を書き、準備書面を書き、やってきたグループ、もしくは人もいます。しかし、まあ、115人からメンバーがいますから、その、司法手続きの面で、過誤があっちゃいけないとか、ということもあったし、まあ、その方自身も、グループも弁護士の人たちも行政訴訟だとか科学技術系の裁判に結構通じてる人だったので、まあ、お願いしたという経緯があります。違うところは、いっぱいあるといえばありますね。例えば裁判ですと、一回一回仮に証言ですね、手を挙げて正式証言した場合には当然速記がいて、その速記に書かれたことが、弁護士として回ってきますね、証人取り調べ以外でも、それは一切なくて、あと逆にプラスの面は、パワーポイントを使ったプレゼンテーション的なものはお互いの合議の中で、裁判官といいますか主任審理官の職権によってできましたから、いろんな実験した結果を、パワーポイント音だとか映像を含めてやれました。しかしそれもさっきって言った話と同じで、じゃあそれがどういうふうに議事録化され、どういうふうに証拠化されていくかっていうのは非常に不透明だったのと、最終的には結局証拠として正規に出したもの、準備書面として番号をつけて正規に出したものしか、審議会として扱わないという問題があります。で、一番大きな問題はどこかというと、裁判というのは裁判長がいて陪席がいて3人とか1人とかでやりますよね。そうでしょ。ところがこの異議申し立て審理というのはですね、主任審理官というのは裁判長の役割は持ってるんですが、私たちと国側が言ったことを準備書面出させ、証拠を出させ、あと証人を、呼んで審理したんですけど、審理、証人取り調べしたんですね。反対尋問もやったんですが、それを全部主任審理官が、自分で咀嚼し、意見書というのを書いて、その意見書を一回として、その審理の場にどの一人の委員も来なかった電波管理審議会に上呈するということなんだ。つまり、主任審理官がそこで判決を出すんじゃなくて、あくまでも自分がそこで今までの審理を
読んで論点を整理して、自分なりに問題点はどこでっていうのを、まあ、最終的には勝ち負けに近いようなものを考えたい。それを自分が私たちの前で、下すんじゃなくて判決を総務省の電波審議会に上呈するってことなんだ。で、電波管理審議会の委員っていうのは1回も20何回やりました。異議申し立て審理は、21回までやったのかな。21回1回もいないんです。1人もいないんです。で、そこの委員っていうのは国が全部決めた人です。国の裁量のもとに委員の誰々、東大の法律の先生とか、その前まではジャストシステムといって一太郎を作ってる会社の社長ですかね、女性の社長とかですね、どう見ても PLC に関係ない人ばっかしですね、10人ぐらい。で、その人たちのところに行って主任審理官がおそらく、自分がまとめたものを発表すると。最終回に、21回目の時に副審理官が言ったところによると、これはかなり複雑難しい案件なので、通常は1回の審理で、電波審議会が終わるんだと。しかしこれは数回、多分3回ぐらいに及ぶんじゃないですかという方は言ってました。しかしそこには我々一切関われない、聞けない。で、最終的に全く1回も審理の話を直に聞いてない人たちの中で、これは、国の行った行政処分ですね、 PLC を型式認定してしたということが妥当だということ、妥当であるかないかですけど、まあないって言ってくれればいいですけど、おそらく妥当だと。いろんな課題はある、残しつつも問題ないということを、審議会にね答申すると思うんです。で、かつ審議会はおそらく問題ないということを全員一致で議決して、その結果を総務大臣に出すって言うんです。最もおかしいのは、判決っていうのは訴えた人たちにまず報告すべきでしょ。総務大臣に審議会は報告する、そこで終わりだって。多分紙一枚も来るか来ないかっていうのは弁護士ですらわからないと。膨大な時間を費やして、来たにもかかわらず、結果は司法救済を求めようとした私たちに対しては何にも返事がなく、総務大臣に一回も審議会に、私たちの審理に顔を出さなかった審議会の、まあ、言い方悪いですけど、全くの素人が主任審理官の話を聞いて、妥当かどうかを判断した結果を総務大臣に出す。で、まあ考えられるのは、総務大臣に出すときにこれは、とんでもないもので、こういう省令改正はやめなくちゃいけないということを出すとはまず思えないね。まず役所が、下したこと。役所っていうのは日本の場合特に無病性といって、自分たちが行ったことに間違いはないっていうことを、もう断じて、そう考えている人たちですよね。その人たちの延長でそういうことが起こるとは思えない。まあ裁判官は分かりませんけど、もう一回退任した人を、そこの審理官に連れてきたっていうのも総務省なわけです。私たちが頼んだわけじゃないんです。ですから、私たちとしてはまあ、戦いはもう五分五分というか、相当こちらは相手を上回ったと。っていうのは、東京大学だとか大阪大学の大学院のその道の専門家も様々な意味で、理論的実証的なアドバイスをもらってたし、私たち自身もみんなその道の、研究者というより実務家ですから、相当それなりに頑張ってきた。あと弁護士もその道の人たちをあえて3人選んだということですから、ひいき目にじゃなくて、多分客観的に見ても互角以上だったと思います。しかし、それによって、総務大臣がこれは自分たちがしたことは間違いだったというのはほとんど多分ないだろう。で、その次にどうなのかと。仮に総務大臣が自分たちが下した判断は、まあ、正当妥当だったと言った場合にどうなのか。その後は東京地方裁判所に私たちは行くんじゃなくて、東京高等裁判所に舞台が移されるっていう仕組みになってます。で、東京地方裁判所本来の行政訴訟の役割っていうのは証拠取り調べです。しかし証拠取り調べがなんと総務省の管轄の中にある審議会で、この4年以上ですよ、
4年以上の期間かけて やられてきたんですけども、高等裁判所っていうのは通常は証拠取り調べっていうのはあんまりメインじゃないですよね。一審の時のものを元にですよね。ところが一審っていうのは裁判じゃないところで行われてるから、どれだけその議論されたもの、証拠、あと私などは実際にどれだけ PLC が稼働すると放送が聞こえなくなるかっていうのを実験して音と映像で作りましたよね。でそういうものが果たして、審議会にも行くのかどうなのか、高等裁判所に行くのかどうなのかっていうのも非常に、疑問というかがありますね。で実はそれは、私たちの弁護士なり私たちの中でも非常に一番おかしいというのは、審議会が審理するにもかかわらず、審理には一回も審議会のメンバーは出てこない。しかも私たちがもう一生懸命実験したり、審議というか準備書面作ったものは全く今まで見てないわけですね。でその人たちが、主任審理官といえど東大法学部でしょうけれども、文系の人でああいう技術的に難しい話をどこまで理解してるか、事実をどこまで認定分かってんのかっていう問題もあるじゃないですか。分かんない人がまたもっと分かんない審議会の人たち、しかも現実には私たちの現場に来てない、来てれば何も私たちが怒鳴ってるのを聞いてくれじゃなくて、当然プレゼンテーションって何回もパワーポイント、しかも音と映像付きのやってます。学会発表みたいなやつは難しいかもしれないけど、私のは分かります。あ、こういうことをこの人たちは言ってんのかっていうのは分かるじゃないですか。だからそれだけは少なくとも審議会の前行って1時間ぐらいね、全部で時間くれれば、私は私、団長は団長、弁護士は弁護士、自分たちの意見感想を言いたいって言ったんです。それはまず私の決めることじゃないっていうことを審議会が言いました。審理官が、つまり審議会が決めることだそうです。ということはその人たちが聞く必要ないってことになると、私たちがやった実験で CD 化したものも一切見ないで、その主任審理官の書いてきたコメントをもとに、これはまあ問題ないだろうっていうことを判断しちゃうことになるわけです。そこは裁判とは決定的に違います。まさにそういうことで、じゃあ結膜って早いうちにやめちゃったらどうなるかというと、その後の裁判受けられないんです。そこを通過しないと。だからそれも日本の行政事件訴訟手続きの大きな問題で、少なくとも行政がやることが問題だということに対して、行政に異議申し立てして、行事する人が行政に近い人だ、しかもその人が判断するというのは、最終的にはお役所が決めた審議会のメンバーが判断し、そこの決定また総務大臣に伝える、やはりほとんど、上から目線どころか、私たちは何のためにこの間 4年半もかけてねやってきたのかっていうので愕然としますね。はい、さすがに、その佐藤さんという主任審理官もこれをなんとか早めにおそらく最終準備書面というのを出させて、論点整理して、判決っぽいものを出したかったと思うんですよ。いつまでもかかずっていたら大変だっていうのは分かりますから。ところがこちらがものすごい勢いで実験を行い、実験結果っていうのは池田さんも見たと思いますけど、聞こえてたものが聞こえなくなる、見ててもレベルがボンと上がるばっかしでしたよね。すると佐藤さんはそれ一応そこでプレゼンは、見てるわけです。で、このまま一方的にこう、職権で終えて判決に近いものを出すっていうのは危惧したと思うんです。そこで考えたのが、おそらく自分の職権で、国がお金を出して、どっか場所を決めて、そこで PLC の実験をして、その結果をここの審議会の審理の場に持ってきて、じゃあ誰がその結果を判断するかっていうのを今度鑑定人っていうんです。裁判と似てるんですけど、それも決めてやろうっていうことを言い出しました。でそれは一見よく聞こえたんですけれども、おそらく
いろんな、例えばですね、実験の最中にデジカメで写真撮る、ビデオを撮る、録画する、あ、録画じゃなくて IC レコーダーで録音する、全部ダメ。その現場に行ける人間は例えば3人までとか、あとどこでやるかというのも最初は全部国側が決めたものを取ってました。じゃあどこの業者がやるかっていうのは国がお金を出すんだから国が、入札すると。だけど当初誰も大ずるとはいなかったんです。もうサイバー案件だって分かってるし、額もそんな巨額じゃないんでね。だけどおそらくどっかに頼んだのかどうか知りませんけど、ある業者が請け負いました。あと場所は一箇所っつったんです。で、一箇所じゃあまりにもね、しかも、委員会をやってた時、国が、その委員会の下で実験したところだったんです。その時は三箇所やってるんですけど、その三箇所はお金がかかるから一箇所にしたいと。その一箇所は横須賀の横須賀レディオパークっていうんですけど、 YRP というところで NTT だとかパナソニックだとかいろんなその道の業者が研究所を実験施設を持ってるところです。そこはどう見ても周囲雑音レベル高いんです。そういうもの実験そこでやる、そこ一箇所だっつったんです。で、それはどう見てもダメだと。バックグラウンドノイズがどうだっていうのが一つ重要ですから、もう一箇所っていうことで、実は私たちの原告の仲間じゃないんですけど、アマチュア無線の仲間の A さん の横浜の自宅をっていうことで、それは一応、OK になって2箇所でやりました。ところが、技術的に見るといろいろな問題がありました。僕はその時、ある都合があってその場に行けなかったんですけど、行った私たちの仲間の土屋さんっていう、まあ、ご自身が1200万円の測定器、1台で1200万の測定器なんて、そういう分野で見たこともないんですけど、そういうものを持ってる人で、彼に言わせると、まあ、いろんな問題点がある。まあ、それはちょっと専門的なんで、ここでは言いませんけど、その背景ノイズが高く出るようになってる。背景ノイズが高ければ、我々下の方問題にしてるんで、もともと高いんだから、わかんないわけです。まあ、そうですね。そういうようなこといっぱいあるということで、実は私たちは、その数ヶ月後に同じ A さんの家を借りて、それは私、出張から帰ってきた後ですけれども、イタリア、沖縄とか行ってたんですけど、その帰ってきた3月31日、今年にやりました。やったところ、案の定私たちがやったところ、聞こえてたのが聞こえなくなるというのが起きてました。ところが国のですと、ほとんど周囲雑音も高いし、それを上回るのはほんのちょっとで問題ないということでした。で、もう一つの問題は鑑定人です。で、鑑定人は誰にするかというのも、結果的に国が、ほぼ出した人を、大阪大学の大学院の先生ですけど、その人を、決めました。で、その人に対して、その人を選定するかどうかに関して、私たちの側から質問する場を作ってもらったんです。ところが、やっぱり肝心なところでは答えられなかったり、その人の鑑定結果っていうのはどう見ても国側の意向だとか、国側の背後にいる専門家、まあ一番この問題で中心にいる御用学者って言いますか、そういう人たちの考えに近いものだったので、これは初めからもうこの人を鑑定人にしたところで、結果見えてるなと思ってたんですけど、案の定そういうことになりました。その鑑定結果に関しても専門的な意見を土屋さんが 2回ほど出しましたけれども、もうそれは答えることになってないというふうに主任審理官が言って、ちゃんとした回答は返ってきませんでした。まあ、繰り返し言いますけれども、日本の国自治体問わず、自治体では一部公募というのがあります。池田さんも長野県の環境審議会とか企画審議会とか委員になられてましたけど、あの時は、田中康夫さんという人が知事で、田中さんが決めたんです。まあ、田中さんが決めたからいいわけじゃありませんけれども、国の場合は、ほとんど国の官僚がリストを作って、それを一応国会承認とはなってますけれども、
それを出したときに国会でダメだっていうことはまずないわけです。まして知らないような分野ですと。でそういうので選ばれてるということで言いますと、審議会の人たちの素養、素質、資質、知見、知性、技術的な知識、実務あるとかっていうことで言いますと、法律分野である部分野を専門にしてる人はいたとしても PLC 問題の専門家ゼロだと思います。でしかもその人たちが4年半輪番制でもいいですけど審議会の審理に、顔を出されて、意見を聞いてくれてればまだしもです。1回もその10人ぐらいだと思いますけど誰も来ない、その人たちから当然質問もない。私たちは出すルートは現実的にはないんです。という中で最終的なものをその雇われ、主任審理官がまとめられてその人たちに渡して、まあ、当然説明はすると思いますけども、それをどこまで理解できるか、それは私じゃなくて誰が考えてもまず難しいしですよね。ましてその人たちは、普通だと1回で済むって言ってました。私たちが21回やっても足りないの。1回で終わるけれども、今回はもう少し多くなりそうだということを言いました、説明が。しかし、1回が3回になったところで、果たしてどこまで理解できるか。私たちを呼んで、ポイントをついて、こういうことを質疑とかね、私たちのプレゼンをやらせてくれるとか。それも、まず審議会が決めることだっつって、審議会にじゃあどういうふうに我々が、アポイント取ればいいかということに関しても、具体的な基準はないんですよ。ということは、まあ、国の意向ということが優先していくんじゃないでしょうか。ちなみにその審議会で過去、テレビ局が 2、3局異議申し立てしたった。それは免許を出しているテレビ局に免許を貸している総務省に対しての異議ですから、まあ、当然、そこそこ数回で矛を収めて終わりになってます。唯一頑張ったのは孫さん。しかし孫さんはその審議会の手続きとかやり方を見て、果たしてこんなところに異議申し立てしてどうなんだと。あの人は何をやりたかったかっていうと、 NTT とドコモと KDDI の au 2社だけで、実質2社が携帯独占してるの、しかし周波数を割り当てろというのが彼の主張だったわけです。で、結局、国のその審議会の方は、その審理で、おそらく、まともな議論がされないのと、もういつになってもこれじゃ拉致飽きそうもないということで、ちょっと名前忘れましたけど、ある携帯の会社を M&A でテイクオーバーですか、買収して、それが今のソフトバンクなわけです。つまり、そんな、本来電波割り当てったって2社しかいないのに3社目入ることが難しいわけはないんですよ、技術的にも。それを既得権益のある方が絶対、孫さんを入れるなと言ったかどうか知らないけど、既得権益を守るということで政治家だとか総務省に働きかけ、おそらくリジェクトしようとした。孫さんはそういうことで戦ってきてる人ですから、本当はそこの戦いの中で勝ち取りたかっただろうけども、それをやってるとそれこそ僕らでも 4、5年目になってるわけですから、もビジネスなんかやれないですよね。だから他の、スウェーデンの会社のあれなんだっけかな、ボーダフォンを買収して、今のソフトバンクにして、まあご承知のように、まあ、ソフトバンクが NTT とか AU に比べてえらい高いってことは聞かないですね、携帯そのものの本体も通話料もで、いろんなメリットはあると思います。そういうことをビジネスとしてやって、今度は太陽光発電やるとか言ってますけど、まあ、自ら、お役人の相手にしてたんじゃ、拉致が開かないからっていうことで、そういうことをした。まあ、それぐらいしかその電波管理審議会って過去ないんです、審理されたのは。で、私たちのは、これ以上ないぐらい技術的かつ法的に時間かけてやりましたから、これがいい加減な形で、シャンシャンで国の方が単にやってきたことが問題ないということだった場合には、まあ、私たちは当然東京高等裁判所に行って当然頑張りますけれども、しかし日本っていうのはどういう国かなと、あとそういうところを支援する学者には、
研究費が出てるっていうのは、私の大学の工学部の先生にも総務省からかなり研究費が出てる実態掴んでますから、その人はもう定年退職しましたけども、おそらく他の先生たちにも研究費がいっぱいいってると思います。でそういうことからして、その人たちはまあ初めから結論を決めててね、いたのかもしれないということをすると、まあ原子力に限らず日本っていうのはみんなこういう格好で、霞が関のお役所と学者がまあ一緒になってこういうことをやった場合には、誰が反対しようと強引に押し切られる。よほどの問題、まあ原子力発電所が爆発するような問題だからこそ、その実態が最近になってやっと少し氷山の一角が見えてるだけで、他にももう泣き寝入りしたり、まあ、いろんな嫌がらせされたり、会社にしてみると不利益を起こったのはいっぱいあると思いますね。無理なんですかね。そうですね、私は2009年民主党が50年ぶりに、約半世紀ぶりに政権交代したときに、何を最初になすべきかっていうののリストを作ったんですけど、その中では行政法の改正っていうのもいっぱい入れたんです。実態法、手続き法両方、今までは全部自民党政権では全部と言っていいぐらいだと思いますね。行政法っていうのは内閣法って言いますけど、お役所が案を練って、上まで行って、上に行くときには他の省庁ともすり合わせて、利権を守ったりお互いの縄張りを固めた上で国会に出す。すると国会議員っていうのはろくにその中身もしっかり見ないで、まずそれで、多数取ってましたから、審議会じゃなくて委員会でも本会議でも取ってたじゃないですか。ということは本来、国民のためにあるべき行政であるにもかかわらず、行政は自分たちの省益だとか自分たちの出世だとか、そういう将来のことを考えて、自分たちが何かやったことが後になって裁判なり紛争で謝るようなことになったら大変だと。もともと日本の役人は無比有性といって、やったことは間違いない神様みたいなことを考えている人たちなのに、加えてそういうことがあって、まあ日本の場合の行政に関わる法律っていうのはすべからく行政側に有利になってるわけです。でそういうところで、本来議員立法、議員っていうのは、国会っていうのは立法を作る、法律を作るとこですし、なおかつお役所が、自分たちのための法律を作るんじゃなくて、国民のための法律を作るためには、お役所から案を出させることはあっても、自分たちが時間がかかろうと手間がかかるかもしれないけれども、歳費もいっぱいもらってんだし、政党助成金もいっぱいもらってんだから、自分たちが国民に対して公聴会開くなりして、どこが問題か、専門家も御用学者を集めて審議会、審理会、委員会やるんじゃなくて、もっとそういうことを本気で、実務的に現場で頑張ってる人、戦ってる人たちの声を聞く、その中で法律を変えるべきだと。まあ、刑法でいうと可視化って問題ありますよね。ところが民主党は残念ながらほとんどそういう行政法の改正っていうのはしなかったわけです。ほとんどしなかったわけです。で、今回の問題でも最初原口さんでした、総務大臣は。原口さんなら分かるかなと思って、僕は何回かメールなんか出しましたけど、まあ、ちゃんとした形で、例えば時間取ってもらって、説明に上がんなかったっていう問題ありますが、まあ話が難しいのと、当時の官房長官っていうのは、パナソニック上がりの人でしたね、官房長官。で民主党の幹部っていうのはみんな、この人は三菱、この人は何、トヨタ、経産大臣はトヨタ上がり、労組上がりですね、みんなそういう人たちだったので、まあ、おそらくなかなか難しいなと。あとマスコミに関してはさっき言ったように、もう初めから腰が引けてた。しかしドイツとかアメリカは腐っても国民のための行政法を作ってきたって歴史があると思います。大陸法とあれの手続き法と実態法を含めて。しかし日本というのは残念ながらアメリカドイツのいいところを取らない、結果的に行政がやったことを正当化するために法律が援護しちゃってる。しかもお役人、お役所の裁量をものすごく大きく取ってるために、裁判に行ってもそれは裁量の範囲だと、決して過失だとか間違いじゃないと。さらに言うと、
やっちゃったことをどうにかっていうときは賠償責任というのは問われるわけです。国家賠償。しかし国家賠償法の規定にあるのは、そこで国を訴えても個人には及ばない。その理由は個人にそれが及ぶとちゃんとした、政策立案ができなくなっちゃう。萎縮して。しかし本当にそうか。ということは、常々感じてますけれども、民主党は本来、こういう問題に対しても関心を持ち、かつ何もこの問題だけじゃなく、例えば行政、訴訟だけじゃなく、行政不服審査っていう制度そのものが、いかに意味のないものなのか。早くこういうものをやめて、行政訴訟、もしくは、ドイツのように行政訴訟を専門とする裁判所を作るとか、もしくは、環境だとかエネルギーだとかこういう電気情報通信のように、優れて科学技術的な問題に関しては科学技術専門のね、特許でありますよね。そういう裁判に日本でも、高等裁判所から出発するんですけど、そういうものを作って、そこにその単なる司法試験を受かった人たちだけが法曹界にいるんじゃなくて、そういう科学技術だとか環境だとかこういうものの専門家も司法の、スタッフなり、ところにどんどん入れる仕組みを作んないと時間ばかしかかり結果的に国のやってることが間違いない、ということで国民はいつになっても浮かばれないというふうに思いますね。9月の頭に最終弁論が終わってですね、今年度中に結果というより主任審理官が審議会に上呈するそうです。上呈っていう愚審っていうのもおかしな話で、誰が主人公なのかということで、まあその弁主任審理官が個人的にいいだ悪いだっていうことじゃなく、システムとしてこういうことをね、いつまでもやってると国が潰れると、まあ孫さんみたいな人は稀な人ですから、しかし我々の分野は孫さん的なことでは解決できないわけですね。あの会社を買収すればいいっていう、パナソニック買収するわけいきませんし、ですから、あとそういう科学者技術者そういうところに関わる人も単に利便性だとか経済効率だとか儲かるだとか、技術的なイノベーションだとかっていうことだけで、それによって起こる副次的な影響、マイナスな影響に日本人というのはとかく目つぶっちゃう。この人たちは開発する人、後で、アセスメントする人っていうような感じで、アセスメントはほとんど骨抜きになってますから、結果的に、土木の橋を作ったり原発を作ったりでも、こういうような PLC でも経済効率、技術効率、そっちが優先されちゃう日本だと思うんです。しかしアメリカでは、例えば同じ問題で FCC っていうのが、アメリカの連邦通信委員会っていうのが総務省に準ずるところです。ただそれはお役所じゃなくて委員会です。コミッショナー制度です。で、アメリカのアマチュア無線連盟はそこを訴えて行政訴訟で、実は手続き面で勝ってます。さすがだなと思いました。あと今までお話ししなかったこととして、日本政府は、これは国際的な問題でもあるわけです。日本だけでやってるわけじゃないんです。で、国際的な審議の場に行って、日本はこういう方式を、やって、まあ、世界に広めたいと言ったそうです。他の国からは苦笑が漏れた、失笑が。そういうことを平気でやってる、しかもそれが私たちの耳に届くっていうことは誰かが教えてくれてるわけです。にもかかわらず、未だに国内では裁判に近いものを5年近くやって、もうほとんど死に絶え絶え、結果的に勝つかは国ですから勝つかもしれません。しかしマスコミが書かないから、国民が知らないだけ、研究者、他の人が知らないだけで、もうこれ以上なくおそらく現場の役人はしどろもどろだった。ところが海外に一歩行くと、これを世界に広めたいと、ね、そういうことを言ってたということで、まあ国際的なセンスもなければ、こんなことじゃ到底イニシアチブも取れないというふうに思ってます。だから日本の制度は
不服審査とか異議申し立てとかって言って、まあ、玄関だけは立派に作ったけれども開けてみたらすぐ崖の下に落ちるようなひどい制度だっていうのをこれを通じて細かい技術的なことはもちろん重要ですけど、そういう制度そのものの問題点っていうのをやっぱりみんながもう少し認識して変えていくような動きが今後も必要です。そうですね、最終弁論終わった日ただのさんという人が、中心になって弁護士の頑張ってくれたんですけど、ただのさんが、あやまさん、これは、この5年は確かに大変だったけども、これ以上、研究者なりが、こういうものに直に接した例はないだろうと、弁護士でも。あやまさんはぜひこれをまとめていろんなところに書いてくれって言ったけど、私もまさにそうだと思います。5年間、体の悪い時以外は全部出て実験も行って、その結果が、もし国の正当性が問題なく認められるようなことであればこの国っていうのは、正義はどこにあるのか、あとそういう知性だとか、倫理も疑うようなことになりますけれども、おそらくそれが原子力発電所は全部で30回、初審から最高裁まで起こされて、全部実は負けてるんですね。却下されてるのも多いわけです。ところが、そこの裁判の中で、例えば田野さんは、原発訴訟にも参加してるわけですけど、弁護士として。そこの中で指摘したことが、まさに福島の今回の原発事故で指摘されてることに近いのがいっぱいあるんです。ところが、判事はそれにもかかわらず国の言い分を全部認めて、その結果こういうことが起きていることを見ると、まあ行政不服審査がだけの問題じゃなくて、日本の、国だとか自治体を訴える行政訴訟そのものが国民からもう極めて遠いところにある。いかにそれを、ものすごい高い城壁を作って上から石を落として早いうちにですね登ってこないように潰してるっていうのが実態だ。だからそれで政治主導が本来重要なんだけれども、今の民主党は全く政治主導になってない、行政訴訟も全く変えてないということで言うと、まあ私の場合はもともと通信工学というのを大学時代専門にしてて、その後いろんな環境問題やってきた中で行政法、環境法をやってきたわけですけど、両方をくぐり抜けてきたっていうか、関わってきた人間として、やっぱり日本というのはあまりにも細分専門化して、その中で、限られたところで、まあ裁判もそうですけども、意見を戦わしても、世の中の人にはほとんどそれが伝わるメディアがまさにそういうものを扱わないわけですから、とそこでどんな議論、高邁な議論であり、丁々発止やっても、結果的にそれはうんと専門分化したタコツボの中の一つの議論で終わって、何ら社会的に還元されない、法制度改革に結びつかないということを実感しました。ただこんだけ長い時間かかったので、まあ、ただじゃ済まないと言いますか、勝ち負けとは別に、他の道路だとかそういう原子力発電所は僕はかかってないですけども、行政訴訟で感じたものの10倍ぐらいなんかひどさを感じたんでね、まあこれをなんとか、今後どうにかして落とし前をつけていかなければ気が済まないなという気持ちはあります。どうも大変お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。